日本初の国産大衆車を作る豊田喜一郎は、豊田自動織機製作所内に自動車部を設置。資源が少ない日本でいかにして実現させるか、良き車は良き鋼からという高い志のもと、喜一郎はさらに成功部を設置。1935年、ついに試作乗用車 A1 型を完成させた。日本の自動車産業の原点、その誕生の地こそ現在の愛知製鋼刈谷工場なのです。その後、自動車部はトヨタ自動車に、製鋼部は愛知製鋼へと進化。さらに鋼作りから鍛造品、ステンレス鋼、スマート製品へと、その事業領域を拡大。素材メーカーの DNA を受け継ぎながら、明るい未来への創造に挑戦し続けています。